耳で読むルーミー詩選75、羊飼いの祈り、危機物語。羊飼いの祈り。道の途上でモーセは羊飼いを見た。羊飼いは涙をこぼして一心に祈っていた。我が主よ、選ばれたる御方よ、どこにおられますか。おそばに参りましょう。そしてお世話をいたしましょう。愛しい御方、服を洗って差し上げましょう。シラミを退治して差し上げましょう。お腹が減ったらミルクをお持ちしましょう。我が主よ、お使いしがいのある御方よ、靴をこしらえて差し上げましょう。柔らかな髪をくし削りましょう。小さな御手に口づけましょう。小さな御足をさすって温めましょう。そしてお眠の時間が来たら、小さな寝室を吐き清めて差し上げましょう。これらの愚かな言葉を聞いてモーセは言った。男よ、お前は誰に向かって物を言っているのだ。なんとまあよくしゃべる口か。なんたる冒涜、なんたる愚劣。その口に綿でも詰めておくがいい。無知な友に勝る敵なしとはよく言ったもの。意図高き神はお前の言う奉仕など欲されてはおらぬ。羊飼いはそれを聞いて苦しみもだえ、大きなため息を一つついた。そして荒野へと去っていった。その時モーセに啓示が下った。我と我がしもべを引き裂いたな。そなたは一体何者であるか。我と我がしもべの絆を結ぶために使わされた預言者か、それとも引き裂くために使わされた預言者か。我はすべてのものにそれぞれの方法を授けてある。それぞれがそれぞれにのみ成し得る方法で我に仕える。頻度にあっては頻度の方法が最良であり、深度にあっては深度の方法が最良である。我は舌や言葉を見るのではない、心と意図とを見る。言葉に飾られた愛を受け取るのではない、愛そのものを受け取る。美人はいらぬ、礼句はいらぬ、虚飾はいらぬ。愛を燃やせ、愛を燃やせ、愛の炎を絶やしてはならぬ。そなたの魂に愛の炎を燃やし続けよ。愛の炎で言葉も思考も焼き滅ぼせ。モーセよ、知っておけ。宗教をおじくちする者の一群とは別に、魂に愛の炎を燃やす者の一群があることを。愛の宗教とその他すべての宗教は瞬別される。神を愛する者はもはや宗教すら持たない。あるのはただ神のみである。